一日一善。なんだかんだ久しぶりだなこれ。いやてか今日も暑かったっすね。ちょっといただきます。ちょっとね僕ねカッコつけてましたわ。カッコつけてましたっていうかあんま飲んだことないけど普段ビール飲んでるシーンとかちょこちょこ今まであったと思うんですけど、僕ね発泡酒の方が好きなんですよね。特にこのグリーンラベルが一番飲みやすくて僕は好きです。ビールちょっとなんか濃すぎる。いただきます。くっ、泡が。いただきます。なに、くっ。今日はちょっとねさっきねこぼしちゃったんだよね。甘エビの唐揚げ最強の組み合わせじゃない。あ、これいいね。サムネだな、これサムネだな、サムネだな。どこに文字入れんだよね。ここに文字入れるよな。テレビでもつまみながらやっていこうかなと思います。やっぱりこの間万馬券取ったと言ってもちゃんとなんちゃらのあれしてなんていうの、勝って兜の大締めよ。ろ分からんけど、まあ兜の王、油断するなってことよね。油断するなってことなんでね、一日一善ちゃんとやっていきましょう。うん、うん、さっき温めてたらボーンって爆発して、なんかもう大丈夫かなと思ったけど特に破裂した感じはないから、うまっ、うまっ、うん、うまっ。あ、これ無限に行く。あ、危ない。無限にいけるやつだから。これめっちゃいいアングルじゃない、これ発明しちゃったかもしれない。ということで船橋のケースをやっていこうと思います。なんていうのこれ、伏姫スプリント。これをやっていきたいと思います。とりあえず買っていきたいと思います。はい、買ってきました。ちょっとね、まあんま時間なかったんでパパッと買っちゃいましたが、森さんのボーダレスガールから、3番の水野くん、フライトザムーンと10番のアイアム姫薄井さんですかね、の、はい、ワイドと馬服ワイドと馬服に、400円ずつ、ワイドが400円ずつ、馬服が100円ずつの合計1000円。気持ちよくねここ当てて次のレースまでちょっとやりたいですね、せっかくなんでね。大体もうね1レースで激戦してるからね、ちょっと次のレースまで行きたいよね。ということでちょっとレースまで待ちたいと思いますが、その前に今日の勝負服のコーナー、今日の勝負服のコーナーは、森さん、森タイト騎手、もうみんな大好き、みんなの森さんですね。もう、なんですか、青の袖、青地かな、青地に緑のダイヤ、青地に緑のダイヤ柄、袖も青、青に緑の体験、これね覚えてください。もう森さんを覚えておけばもう大体難関はね大丈夫だから。僕はね森さんを覚えておけば十分だと思いますよ。全然あんまね競馬やんないという人はもう森さんだけでも覚えておいてください。ということでちょっとレース見ていきたいと思います。とりあえずね今日は森さんが来ないと当たりじゃないんで、森さんを見て相手はまあほどほどに見て、一番外の10番ゲート、収まって、スタートしました。遅れたのは2番のフレンドピース、1番のグラスベールも後方から。一方、コーダッシュ、3番フライトザムーン、早くもリードを3馬身、4馬身広げて、向こう正面に出ていきます。追っていく2番手、6番の刀剣マコット、前との差を詰めていきます。連れて、8番の長谷野ワールド、2番手、3番手です。2馬身相手、4番手以下固まって、5番ボーダレスガール、7番のセイントビーナス、内に4番のホームゲーム。1馬身され10番のアイアム姫、内から並んでいく9番のクレセントアーチ、あとは大きく開きました後方の2頭、2番のフレンドピース、さらに開いて1番のグラスベールがしんがりを追走しています。前の方固まって3コーナーのカーブです。先頭3番フライトサムーンに外から並びかける6番の刀剣マコット、そして1馬身半差手が動いて8番のハセノワールド、各馬3、4コーナーの中間から4コーナーのカーブです。
後ろから6番のボーダレスガール、馬順は4コーナーのカーブから直線、先頭3番のフライトスムーン、リードを広げて2馬身から3馬身、追っていけるか6番の刀剣誠、今2番手ですが、内から差を詰めてくるホームゲーム、外からは8番の長谷のワールドが追っている、2番手3番手広がって先頭との差を詰めてくる、あとは外から7番のセントビーナスも追ってきた、前は内目から4番のホームゲーム、外は6番の刀剣誠、さらにはセントビーナス広がってゴール。矢野さんか、最後は3頭広がって接戦。いやマジかい、うち4番ホームゲーム、マジかよ、外7番のセントビーナス、マジか、もうまた1レースで終わったよ。森さんの全然だったな、ちょうど買わなかった方で決まってるもんな、もう最悪や、下手すぎる、全然エビ減ってないんだけど、完全2レースぐらいやるつもりでいたからさ、エビでか、このシリーズ結構負けるぞ多分このシリーズ多分結構負けるぞ、今日で多分今日10回目とかなのかな、いやめっちゃ負けてるよ、プラスになったの2回ぐらいだからね、やばいぜ、一回ドカンと当てるといかんね、以上つけてんすよ、終始前も言ったかもしれないけどつけてんすよ、あー残念、しゃあないっすね、もうちょい早い時間にやらないとダメだな、うん、こんな感じよ、今日はあっさりで終わりましょう、近いよ、これ3分ぐらいの動画なんじゃない、大丈夫、ということで今日の1日1戦でした、ありがとうございました。